はい、ポケモンレジェンズアルセウス実況プレイのパート30やっていきます。すべての金を収めたんですけれども、空にね、突如このような異変が起きてしまいました。どこかで見たことのあるこの空の様子ですけれどもね、これが時空の裂け目が原因ではないか、そしてその時空の裂け目を通ってきた鍋が原因ではないかということでね、鍋の存在が危険視されてしまいまして、銀河団を追放されてしまいました。現状、ことぶき村には入れないわけなんですけれども、ここで出会った、なんだっけな、小木戸さんだったっけか、から、鍋は時空の迷い人で、この危険から翡翠を守る、宿命があるんだよ、みたいなことを教えてもらって、これからね、三つの湖を巡って、それぞれの試練に挑戦していきたいと思います。島星さんのケーシーやウォロが、ショップだったり、保護牧場の管理をしてくれたりと、そして、新時代のリーダーである、カイが、これからね、この試練を手伝ってくれるということで、進めてまいりましょう。ラッキー大量発生してるわ。じゃあとりあえず、国境の原野の、高台ベースの方が楽？あ、原野ベースでいいか。変わんねえや。誰かです。あ、そうか。当然調査はさせてくれないと。さてと。あ、こっちから来たのか。あ、そっか。普通だ。いや、あっち？よし。オーグルライド。これ楽でいいね。待たせい。こちらの湖、大昔は火山だったそうです。火山噴火によって形成された大きなくぼみに水が溜まりできたのが新宿だと言われています。守っているのはエムリットというポケモン。エムリットが飛び回ったことで人々に生きる時々の喜び、悲しみというものが生まれた、そう言われています。はいはい。なんと、先ほどまでなかった洞窟が。それが博士が噂していたアルセウス門ですね。現れた洞窟、何があなたを待っているの？小木戸さんが言っていましたよ。湖のポケモンタワーには強さを示す必要があると。なんだか物騒な話ですね。ってことは何かバトルもあるんだな。行くぜ。気が引き締まるね。ヌメルゴンじゃん。ただならぬ雰囲気のポケモンが待ち構えている。ナベさん、キングを沈めてきたあなたとポケモンであれば勝てるよね。しゃ。これ捕獲してもいいのかな。行くぞ、豪華する。すっかりこいつが俺のパートナーみたいになってる。初手からインファイト。
あなたたちを見ていると、ポケモンと人が力を合わせればどのような困難も超えられるって思えてくるから不思議だよ。お、来るか。エムリット。あなたの感情を欲する。どうぞ。ポケモンとの対話、どのような感覚なのだろう、口もね、どのような感覚なのだろうか。翡翠の大地に降り立ち、心はどのように動いた。驚いた。何これ、でもどんなこれ。ポケモンを仲間とし、共に行動してどうだったのか。楽しい。混合のもの、真珠のものと出会い、交わり、何を思った。世界は広い。銀河団を追い払われ、大地をさまよい何を感じた。人生いろいろ。世界をつなぐために、心の一部を授ける。なんだこれ。エムリットの羽？羽？お前羽なんかあんのか？新事故に住む感情の神、エムリットの試練を達成した証、赤い鎖を作るために必要。手紙っぽく見えるけど。ありがとう。ま、そのうち捕まえっかんな。ポケモンと話していたんだね。でも、私に言葉は届かなかった。不思議なことだけど、空から落ちてきたあなたなら普通なのかも。あとはリシコとエイシコだね。よし、早速行こう。ナベさん、守備よく言ったそうです、言ったようですね。やはり商人はいろいろなものを見聞しているから物知りだね。そうですね。商人だからというのもありますが、純粋に興味がそそられますね。過去に何があったから、現在がこうなっているのか。もっと言えば、己はどこから来てどこに行くのか。ルーツを知りたいのです。私も知りたい。ご先祖様たちは、新王様の見た地に根ざし、真珠集落を作った。だが、私は未だに新王様を見たことがない。大事な話ですが、今は急ぎましょう。小木戸さんの寄りに戻りますか。戻りますでいいのかな？一回戻るのかな？わかりました。小木戸さんにも話を聞きたいですしね。むしろ、どんどん行こう。おお、エムリットの羽か。伝説は真実。つまり赤い鎖も真実。どういうことじゃな。小木戸さん、どうして心を表すポケモンの道具、赤い鎖で世界をつなげるの。正しい疑問を持てるというのは、悟い証。さすがは遅じゃな。心がなければ裂け目が広がり、世界が終わろうとも気にすることはない。逆に言えば、心があるからこそ世界、時間、空間は認識され、成り立つとも言えるのじゃ。そうじゃな。赤い鎖は世界を正しく見るための道具かの。何それ？心が先ってこと？世界が先ってこと？意味不明だよ。わからないなりに世界のありようを教えてくれるのが神話じゃ。
主人公様について、自分のいる世界について、もっと考えろということだな。そうなのです。神話は最高なのです。よし。あと2回同じことをすれば赤い鎖もできるわけですね。お前は遺跡とかが好きで、ついて回っているだけじゃのに。ついて回っているだけじゃのに。ああ、偉そうというか、お気楽というか。じゃあ次行こう。次にそういうのがあったのか H 子。じゃあ、もう、言われた通りに向かおうか。さてと、あらこいつ。そのうちね、遊んでる場合じゃねえんだ。ん？違うか。さすがに登らないといけないな。親分か。よし。エイチコですが、実は海水も混じっているとか、それが地形によるものか、ポケモンによるものかは不明ですが。守っているのはユクシーというポケモン。ユクシーが飛び回ったことで人々に物事を解決する知恵というものが生まれた。そう伝わっていますね。アルセスポンが反応している。よし。すごい代物ですね。先ほどまでなかった洞窟が現れました。どのようなポケモンが待ち受けているのかな。水色のポケモンを守るポケモンがいるでしょう。お気をつけて。こいつらだけは仲間として仲間で協力してくれるんだな。なんだか寒気が。何が起こるというの。ゾロワーク。あの姿はもしかして呪いギツネ。ゾロワークか。親分ゾロワークってもしかして、多分いないんだよね。捕まえれねえかな。ただどういうのも。ヌメルゴで耐久しながら戦うか。レベル58。おお。じゃあこちらは立てこもる。わ。よし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 。竜の波動。
やるな。攻撃力上がってんだもんね。10万ボルトだったら耐えないかな。よし、なんで連続で動くんや。ドロワーク、はい、パワーボール。捕まえていいね、やっぱ。ゲットー。呪い狐。恨みを持ったポケモンだよね。小さい頃に聞いたことがある。お、来るか。ユクシー、知識を問う。近くに寄ってくれ。ミツハニーズバット、アンノーン、レアコイル、タマヨール。彼らの瞳はそれぞれいくつか。順番に並べて答えよ。あ？答えを示せ。ミツハニー、ズバット、アンノーン、レアコイル、タマヨール。ミツハニーはあれ、一応3体1組ってことでいいよね。で、あいつら目2つずつあるから、6。で、ズバットは目がない、アンノーン目が1個、レアコイルは一つ目が3体集まってるから3個、サマヨルも1個だよね。幸運ではないです。世界を繋ぐために心の命を、一部を授ける。こんな簡単でいいんか。ユクシーの爪。エイチコに住む知識の神、ユクシーの試練を達成した証、赤い鎖を作るために必要。残るはあと一つだね。鍋さん、守備よく言ったようですね。しかし不思議ですね。なぜ赤い鎖そのものを与えてくれないのでしょうか。欲する人がいい人が試しているから。なるほど。もし悪人の手に渡れば何が起きるかわかりませんよね。赤い鎖を悪人が何のために使うのかわからないけど。は、世界をつなぐ以外にも何か役割があるのかもしれません。今の状況も謎、赤い鎖も謎。とにかく赤い鎖のため湖を巡るとしましょう。そうですね。とりあえず小木戸さんの寄りに戻りますか。戻ります。わかりました。小木戸さんにも話を聞きたいですしね。ユクシーの爪か。どこか温かみを感じるの。湖のポケモンの試練、あれをこなした人は他にもいたのか。ことびき村がきな臭い感じです。あと一つ、急がれた方が良いかも。きな臭い。どういうことなのじゃ。時空の裂け目の向こう、ポケモンの影が見えたとか、
電木さんは調査だけではなく、もしものための討伐隊を組織したとか、胃腸商会の人が教えてくれました。お前も胃腸商会じゃろ。もしも、もしもですよ。時空の裂け目から本当にポケモンが現れたら、皆さんどうなることやら。ナベさん、翡翠がどれだけ広くても、あなたには関係ないよね。あと一つ、もらいに行きましょう。その息です。自分も歴史に残る一瞬、最後まで見届けますよ。見てるだけか。よいか、三つの湖をめぐり赤い鎖の材料をいただいたら、霧の遺跡に向かうのじゃぞ。霧の遺跡ってどこだっけ？天眼か？じゃあ、グレンの湿地。これもやってしまおう。海の方には行かないんだな。ってことは。誰？オダック。いやー、移動が楽だ。すげー助かる。お、攻めえな。あー。あ、やばい。あ、危ねえ。バグったかと思った。立志湖ですか。新宿と同じく火山噴火によって誕生したと言われていますね。ポケモン同士の戦いで苦悶だとの説もありますね。守っているのはアグノムというポケモン。アグノムが飛び回ったことで、人々に何かをするための決意というものが生まれた。とは言われていますね。詳しいな。現代だと3つとも洞窟開いてるけど、これだと洞窟開けたのは俺ってことだね。なんと、先ほどまでなかった洞窟が鍋さんを出迎えた。もう2個見てきてんだろ、その驚きなんだよ。鍋さん、参りましょう。中には湖のポケモンを守るポケモンがいるのでしょうね。お気をつけて。さあ、何が現れる？不思議な空間。どうして洞窟に柱が？なんだこいつ。ただならぬ雰囲気のポケモンが待ち構えている。見るからに危なそうなトゲ。ヤバさん、注意して。よし、毒っぽいからな。ぶっ刺し。そんな鳴き声ある？頼むぜ。ハリーマン。早い。氷。なんだと？血だらし。あ、いい感じに削った。捕まえちゃおうかな。せっかくだし。捕まれた。よしよし。
ダベさん、さすがだね。不思議な気配を感じる。アグナム。諦めの衣装を確かめたい。沈めた魔を投げつけ、投げ続け当ててみせよ。おお。沈め玉？アグドムに当てろってことなの？おおおおお。無理じゃね？無理だね。鍋の心に声が響く。諦めますか？諦めない。諦めるべきでしょう。また続けるのですが、諦めない。決意がどうとは言ってたからな。どうでしょう。やけっぱち。はい、諦めない。世界をつなぐために心の一部を授ける。アグノムの牙。立志校に住む石の神アグノムの石蓮を達成した証、赤い鎖を作るために必要。ありがとう。すべての湖は巡ったね。はい。これで、その赤い鎖を入手するための3つのアイテムが手に入ったわけですけれどもね。これからまた小木戸さんのところに行って、違うな。霧の遺跡に向かうのか、直接向かう感じになるのかな。新しく加えたゾロアークの様子もまだ見えてないんでね。まあ、次回その辺チェックしながら霧の遺跡を目指していこうと思います。では、ポケモンレジェンドアルセウス実況プレイのパート30はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見ていけるな。